元社長に鳥だけど質問ある？あんまり期待しないでね。現行法は知らない。ロウおっさん。おっさんだお。嘘です。おま。一応本当だよ。一応だが、貸金業協会の役に立たない資格なら持ってるぜ。3分の2以上が受かるクソ資格だっけ？レスありがとう。俺が現役の時代は地方によって違ったな。合格率 100% の地域もあったし、適正な試験をしてる地域もあった。だけど全部の資格を取るには、最低3年業界にいないとダメなんだぜ。お父さんを返してよ。ごめんなさい。本当にそんな場面あったからなんとも言えん。今は無職？ごめん無職。あの時のお兄さんですか、一生忘れないからね。本当にありそうで怖い。怖いよ。いや俺がいた時代は一番いい時期。やってる側からしたら、そんな怖くないぜ。怖いのはあれだ、気違い。何系の借金取りなの？王道の消費者金融系だお。闇金とは違う？闇金じゃない。俺がいた時は闇金が流行り出した頃かな。なんで辞めたのさ。別に職に不満はなかった。自分でも転職と思ってた。だが、支店が閉鎖になったんだ。4月から銀行勤めるんだが、やっぱり追い込みとかあるのかな？銀行さんは今はないと思うよ。ただ、消費者金融系との提携も多いし、正直わからん。汚い仕事は債権管理会社か、消費者金融にさせると思うけど。永遠に利子だけ払い続けたい。訴訟打たれたら一番不利。やめておけ。スズボケコラー、とか言ってたの？怖い。そこまで言わない。録音されてたら脅迫罪でアウト。それやっててメリットあるの？メリットか、難しいな。ただ、社会の裏側を見れた点では、プラスになってると思う。性格悪くなったと思う？はっきり言う、人格変わる。ヤクザの知り合いとかいる？ヤクザは少ない、右翼ならいる。どんな客が一番面倒なの？面倒な客か。督促に行って警察呼ぶやつ。あと怖い客は、利息と元入れ計算して入金してくる人かな。どういうこと？例えば50万借りたとするじゃない？ 1 ヶ月30日計算として、利息は 29.2% ね。で、契約の月々の分割金、かっこ支払い、が2万5000円だとするでしょ？そうすると、30日分の利息、かっこちゃんと計算した額、プラス自分の入金したい元金を入れてくるのね。で、所詮サラ金だから、アホ従業員もいるのね。算数のできるお客さんと、利息計算できない従業員。それを考えると、自社の従業員が下手打つかと思って怖いって意味ね。よくわかってないんだけど、客が利子プラスアルファ入れたのに、計算できない従業員が利子だけ入ったと思って。次の取り立てで元金が減ってなかったらヤバいってことか？なんて言えばいいかな。そういうお客さんって、こちらの返済計画。かっこ例えば償還料、じゃなくて自分で残元金を把握して入金してるのね。なのにアホ従業員は、分割金割れで督促の電話入れたりするのね。で、そこからクレームに発展するのが怖い。というか面倒。従業員には怒らなきゃだし、お客さんには謝らないとだし、ひどいと役所に電話される。お客様は神様って思う？自分がいたのは債権管理だから、正直思わない。お客様って言える人は、俺のいた部署に名前が上がってこない人。右翼って偽の在日右翼？違うと思う。だけど自分が所属してたわけじゃないから知らない。不確かでごめん。借金取りとか闇金が、いろいろと非難されてるのは前から知ってたけど、はっきり言って、借りといて返さない方が圧倒的に悪いよな。少なくとも俺はそう思う。借りた本人だけでなく、その他周辺を巻き込むから非難されるだけであってさ。そういう言葉、本当に嬉しく思う。ありがとう。はっきり言って、底辺に見られるけど、自分がいた頃は待遇も悪い仕事ではなかった。だけど、債務者のせいで家族が悲しむのは、今は辛いな。次はどんな職探してるの？職は選んでないよ。一種免許なら全部持ってるし、資格もそれなりにある。まあ、しょぼい資格だが、できれば待遇云々より、勤めて後悔のない職場に行きたい。身長と体重、あと格闘技は何かやってた？測るたびに違うけど、175前後で55キロくらい。格闘技か、空手はやってたよ。夜逃げされたこととかある？あるよ。意外と多い。自己破産とかされたことはある？処理しきれないくらい、弁護士と裁判所から通知来ました。個人的な当時の平均で言うと、5件前後で300万少々の債務で、自己破産の事例が多かったかな。銀行やカード系の債務は含まずね。なんでやろうと思ったの？正直に言うと、週休2日制と給与面に惹かれてかな。何年やってたの？ 6 年だよ。仕事の時の服装どんなだった？グラサンとかしてた？グラサンは人によるかな。服装だけど自分は黒のダブルが多かった。シングルは1枚しかない。グレー金利が禁止になって、過払い返還しないといけなくなった時どう思った？計算めんどくせえ。あと弁護士の腕次第。そもそも貸金業規制法か死死法の、どっちかに一貫してればよかったのにね。一日のスケジュールはどんな感じ？月曜の午前中は、その週に督促に行く先の準備。顧客台帳のコピーとか入金履歴とかを揃える。で、金曜の午後くらいに会社に戻る。その間は自分のいた会社は、スケジュールは自分で決めてたかな。件数で言うと30から40件くらい。やっぱり最速に行くと、辛く罵倒されたりするの？そんな場合もあるよ。逆切れは困る。
というか、こっちも切れる。やりとりはどんな感じ？本人との？親族との？本人とのってつもりだったけど、親族とのってのも気になるから、両方聞きたい。気違いじゃない限りは普通に話すよ。必ず入金約束か、その場で集金する。他社の話をされたら、その分のお金は自社に入金してもらう。親族はね、難しい。運次第かな。初めてなら、親戚で清算してくれるケースは少なくないよ。過去に何度もやってる人は、帰ってって言ってと閉められる。結構切ない。でも、親族から代払いしてもらえるようにするのが腕の見せ所。ドア蹴ったりするの？服装は普通？結婚してるの？債務者の性別はどっちが多かった？ドアはやったことあるけど、今そんなことしたらアウト。服装はダーク系のスーツが多かったかな。結婚かよ。してました。あれ？目から汗が。債務者は男性が多かったと思うけど、誤差の範囲。あらゆる職種の人がいたよ。悪いこと聞いたな。すまん忘れてくれ。ドア、今は蹴っちゃダメなんだね。なるほど。女性も同じくらいとは、意外だわ。職種詳しく。気にしないでくれ。自分の解消のなさが生んだ結果だから。ドアは今の時代にやるとハマる。あと、言うからには個人情報もあるから、特定されるような質問は答えないね。ごめんだけど。地方政治家もいたし、会社社長、公務員、サラリーマン、主婦、風、長。ほんといろんな職の人がいたよ。主婦もいるのか。結構裕福な層も借金するんだな。回答は適当にぼかしてくださいな。驚くかもしれないけど、専業主婦は恐ろしく多い。自分のいた時は、配偶者の年収の 10% もしくは、50万円以下での貸し付けが可能だったから。専業主婦が借りる理由なんて、パチンコ以外思いつかないが、それで破綻した人がどれほどいるか。基本的に、用途は足したように書いてくるけど、実際はそんなもんだと思う。ただ、ある時から返済のための借り入れをするのは、誰しも一緒だと思う。なんだって、それ離婚フラグだろ。それが気づかれないから問題になるわけで、最悪の世界だったけど、人を見る目だけは自信がついたよ。思ってるより世の中嘘つきが多い。バカに無心さで貸して利益上げまくって、暴利。現行は担保と信用はないが、固い客しかいないだろうし安定。下っ端を名ばかりの管理職にして、会社都合で解雇。金貸しはやっぱ指導元になんないとダメだね。それができるのは大手だけ。現行は担保と信用はないが、固い客しかいないだろうし安定。固い客を選べるのも大手だけ。下っ端を名ばかりの管理職にして、会社都合で解雇。他社は知らないけど、役職つけるなら実績はいるよ。金貸しはやっぱ指導元になんないとダメだね。今の時代は間違いなくそう思うよ。部屋開けたら首、てたなんてことはある？自分は幸いにもないよ。当時の後輩はあったな。警察の事情聴取で一日潰れた。マニュアルとかあるの？他社の借金取りと、ばったり会っちゃったこととかある？マニュアルは辞める少し前にできたけど、実際活用はしなかったな。だってマニュアルに書けないこともあるしね。ばったり会ったことはあるよ。ドキュンと思われるけど、なんやお前？帰れ、出たよ。時効になった借金を払えと督促が来るんだが、内容証明出した方がいい？時効後何年でローン組める？個人債権なら10年、商事債権なら5年だったと思う。ローンは事故後すぐ組めるけど、情報センターに最低5年は、事故情報が載ったと思う。事故番号が出たら、消費者金融系、銀行系、クレジット系関係なしにアウトだったはず。とりあえず、借りようと思ってる業者がテラネットに。加入してたら現状の情報は全て把握されるはず。プロ、素で50万借りてたんだけど、仕事辞めて返すのきつくなって。無視してたら最速の電話も請求も来なくなったんだけどなんで？正直わからない。あそこは、ぬるいといえばぬるい。だけど、損益であげたのか、単に不良債権として寝かせたのかはわからない。後者なら、時効前に延滞利息しっかり乗せられて、債権回収会社から請求が行くと思われ。後者の場合が不安なんだけど、時効直前なら時効待てばいいのかな？そもそも信用情報がすでに回ってると考えたら、時効挟んでもいいのかね？まず、業者にとっての時効の伸ばし方ってのがあるのね。内容証明で半年、判決分で10年だったかな？間違ってたらごめんね。でもね、そもそも他社含めの借り入れ総額と、返済原資でかなり変わるから、一概には言えないかな。で、信用情報だけど、各社のホームページに加入期間って載ってると思うのね。それ調べても、その期間によって情報の保存期間が違うと思うからなんとも言えない。ただ、破産という安易な考えには進まずに、考え直してほしい。場合によっては残元金もしくは、残元金以下での和解もあり得るから。まずは地方自治体とかの無料法律相談に行くといいよ。お金がないなら司法書士に相談するのもあり。探偵とかの調査会社と繋がってたりする？自分のところはなかったな。ただ個人的な繋がりはバカにできない。携帯番号から住所わかることもある。竹藤がしつこく督促送ってくる。100万借りて300万返せとかバカだろ。それは種子法での計算額だよね。でも舐めて放りつけておくと、債権執行や、動産執行来て涙目になるから対処はお早めに。時効後だと債権執行できないでしょ？時効後は無理だね。
ただ、時効の証明とか業者にそれを思わせるには、弁護士使ったりと結局はお金。悲しい世の中だね。自己破産やられると、取り立てできなくて丸損なの？自社で言ってた新規一発、かっこ貸し付け直後の自己破産、だと。結構辛いけど、結局は損益であげて。税金の関係もあるから、ある程度は許容範囲だよ。でも、昨今のはひどいと思う。確かに貸す方にも責任はあるけど、借りた方の責任が軽視されすぎ。愚痴すまそ。父ちゃんを返せ、クソ野郎。ごめん、自分じゃないことを祈る。当時の年収は、あとこんなダメ人間がいたっていうのがあったら教えて。23歳で年収500万は超えてたよ。あ、田舎でね。友達と200万くらい年収の差はあったけど、残業も月75時間はデフォ。一から見て、一番悲惨だったやつってどんな状況だった？当時は何とも思わなかったけど、家庭環境が荒んでるのは今思うと悲しいよね。悲惨なのは記憶にないけど、惨めなのは、自分集金に行く、なぜか逆切れでヤクザな友達呼ぶ、自分は慣れてるから適当にあしらう、お前には払わん、というから部下行かせる。結局誰のメンツも立たないっていうね。まあ、借金取りが行く環境は、どれも悲惨だと思う。ヤクザな人怖くないの？基本的に何とも思わない。慣れる。だけど、役のついた人と下っ端が一緒の時は、注意しないとかな。上の人のメンツを潰すようなことを言わないようには注意してた。意外とお客さんにも墨の入った人、小指が、役の人は多いよ。何人、したの？保護観察以外ついたことないです。間接的には誰も、してないと信じたい。じゃあ悲惨系じゃなくて面白系の体験ってある？自分じゃないけど、最初にいた会社の先輩にはあったなぁ。督促に行ったら全然知らないヤクザな人がいて、わし、あんちゃんが気に入った、これ小遣いや、って言われて、5万にギラされたり、バツイチ3人の子持ちの客に言い寄られたり、客先に行ったら夫婦喧嘩の最中で、漫画のように、ドア開けたら包丁飛んできて、とっさに出したカバンに突き刺さったり、ネタには困らない業界かな。漫画みたいなこと本当にあるんだの。実際あるから困る。他の支店の人が剣、出されたって聞いた時は、さすがにビビった。エロ展開あった？それはあるけど、断固相手にしない姿勢を貫かないと、自分が大綿になる。常時賢者タイムが要求される。読み出されたら諦め？徹底的に調べる。調べ上げて、請求額が利息だけで1000万超えた客もいたけど、それはそれで100万くらいで和解すると伝えれば、意外に応じる人が多いよ。諦めないのが基本かな。こういうサラ金的なとこで借りるやつって、教育水準が低い人たちばかりなのでしょうか？最初は自分もそう思ってたけど意外にも違う。大学入試の偏差値で言えば、70前後の顧客やエリート層にも結構いる。芸能人にもいたけど名前忘れた。当時なら誰でも知ってる人だったはず。エリート層が借金する理由は何が多いのでしょうかね。単純に、土地にハマって金がないとかでしょうか。あと芸能人は、いつ流行った芸人は俳優などジャンル教えてください。エリート層に多いのは、一時的な遊び金がメインかな。事業資金とか、自転車創業的な感じで借りてる人は少なかったよ。借りても当月、翌月に一括返済の繰り返しの人が多かったかな。芸能人については、他視点での話なので記憶に薄い、申し訳ない。ただ、複数いたと聞いたのは覚えてるよ。1990年代後半のことかな。眠さが限界なので寝る。こんなクソスレに書き込んでくれた人ありがとう。借金してる人へ。借金は自然になんか消えることはほぼない。世の中そんな甘くない。誠意ある対応をすれば、それなりの答えは返ってくる。でも、それを期待して行動するな。だけど行動しない場合は、最悪の結果を招くことも忘れるな。そして、みんな頑張れ。おやすみ。おつ。ここで一本目のお話は終了です。嫁に内緒で230万円借金してる30歳男だけど、質問ある？ないなら何か話そうぜ。熱いな。熱いよ本当に。最近金のことで元気ないからなおさら熱く感じるよ。毎月いくら返すの？毎月6万。ただし減るも貯金は、なんとか嫁に内緒にしながら返していけそうだけど、それもいつまでもつかね。給料安いが仕事があるのが唯一の救いだ。休みは体休ませるだけで、何もやる気が起きないよね。そんなんよ。でも嫁は何も知らずに明るく接してくるから、それに合わせなきゃならんし、何より申し訳なくて暗い気持ちになる。ボートレースにハマった俺が悪いんだがな。ギャンブルで借金とか、打法がいいな。言われんでもわかってるわ。打法がマシは言い過ぎだと思うけどな。嫁バレ怖いから債務整理もしない、とはいえ返しきれるだけの当てもない。もう税保入って、無しかないやん。一応働いてるから返せる当てはあるわ。5年近くかかるけどな。子供はできないしなんとかなると信じてる。その間嫁に黙って、払わなくていい金払い続けんのか？本当にどこまでもクズだな。なんで債務整理しないの？そんなことしたら嫁にバレるだろ。一時はボートレースへの投資を妨げるものは、すべて敵に思えて手が震えることもあったわ。借金額で人間の価値が云々だけど、嫁と子供にまで負担がいくならクズ。本当にクズだよ。本来なら毎月プラス6万、貯金やら生活費に充てられるのに。投資じゃねえだろ。失うだけなんだから。職種と手取りは？大手メーカーの技能工。工場で汗流して働いてます。
手取りは何ぼじゃって聞いてんの。手取りは23万くらい。ただし家賃はかからない。そこから6万引いてるから、家に入れてるのは17万くらい。借金するにしても、なんで消費者金融に手を出すの。借り換えに苦しむ。簡単に貸してくれるから。離婚案件。ギャンブルか。車持ち喫煙者借金0人と、小遣いで 0.4 パチ打ち貯玉5万発。離婚したら俺と同等のクズ認定な。借金ない分あなたの方が格上だわ。そんな安い給料で結婚できるの。共働きか。嫁は今体調悪いから働いてない。強い資格持ってるから来年から働く予定。ボーナスもあるからなんとかなってるよ。任意整理しろ。その辺の知識はないんだ。借りたもんは返さないとダメだろ。親父がクズすぎるってのは、子供にとっては逆にいい面もあるって考えたら。でも、ゴミクズの価値観を押し付けずにしろ。こうなりたくないって例になるのも子供のためになる。子供はできない。嘘くせえ。年利 18% くらいだろ。もう返せない。嘘じゃない。100万以上借りると 15% くらいになるで。今は年収の3割程度しか借金できない。もう貸せないって通知来てる。嫁に話した方が、結局早く返済できると思うぞ。隠し事されると嫌だから。やはり言い出す勇気はない。今までギャンブルやってるの、一切秘密にしてたから。嫁のギャンブルに対する考え方はどうなのよ。もちろんいいなんて思ってないだろうし、ギャンブルで借金なんて、当然ダメに決まってるだろうけど。あんなものに1円でも使う人間は人としてありえない。最低のゴミクズみたいな極端な思考でもないなら。最悪バレるリスク考えたら、素直に話した方がいいと思うけど。ギャンブルは許せないってタイプだから話せない。確かに話した方がいい、というのはわかる。でも、話せない。銀行で借り返しろ。すでにやってみたが、限度額10万しか貸してもらえないらしい。金利調べろ、10万減れば大きいよ。家賃1000円とかありえるんか。金利は 14. 何がしだったな。今と変わらん。工場なんてみんなギャンブルやってんじゃん。休憩時間パチンコと馬の話題しかないだろ。嫁にカッコつけてどうするの。職場で FX で200万やられた人いるわ。ギャンブルとか終わってんな。ギャンブルで一発当てて返済しようぜ。ここで全てのお話は終了です。借金で人生が変わらないようにしたいですね。